ドラゴンフォースの闇の波動は徐々に世界の存在を犯し始めていました。その闇の波動が世界を変えていくのですね。負の力として。私たちは一つの結論に達しました。人の思いに触れることのないようドラゴンフォースを結界の中に封じようと。しかし青龍の残した力はいわば世界の思い、レジェンドラそのもの、無数のレジェンドラに生きる者の思い、それを私たちは封じようとしたのです。失うものの大きさを思いもしましたけれど、もう迫り来る闇を押しとどめる術は一つしか残されていなかった。私はより城として結界の中央に、他の7人の王たちは全ての力をその結界に集中させたのです。その力を結界に収めるためにボルダーク、レイナート、三日月、彼らは全ての力を使い、そしてゴンゴス、ジュノーン、レオン、力を使い果たした王たちが次々と倒れて行きました。そこにいたのは私とウェインの二人だけでした。そしてウェインが最後の力を振り絞り、私が結界の核となることでドラゴンフォースの光の側面を結界の中に収めることができたのです。そんなことが。しかしそのような重大な出来事がなぜ私の記憶にも歴史の記述にも残っていないのです。ドラゴンフォースの力、つまりレジェンドラの思いを封じたことで世界は深い眠りにつきました。人々の心はさまよい、存在は揺らぎ、愛も悲しみも憎しみも全ての思いが存在しない空白の世界に。今あなた方が生きるのは眠りから覚めた世界。世界を支える力の大半を失い、脆く砕けやすくなった世界。けれど、そんな世界にも思いがあり、生きようとする意志があります。その通りです。あなたが守るべきこの世界には、再び豊かな思いが芽吹き始めています。それを守ってください。見てください、これが私たちが命がけで守ってきた光。この弱々しい小さな光がドラゴンフォースだと。ここにあるのはドラゴンフォースの光の側面、希望。それでは闇のドラゴンフォースというのは一体どこに。世界に試算した力、それがドラゴンフォースの闇の側面。闇の側面は力を失い眠りについたはずでした。まさかその闇のドラゴンフォースが再び蘇ったと。オルボたちの主がすでに闇のドラゴンフォースを手中にしているとしたら、世界を動かす闇の力、厄介なことになりますね。私たちに残されたのは今はほんの小さな光かもしれませんけれど、無ではないのですよ。もし再び世界を守ろうとする強い思いの力を集めることができれば。そして闇の力を封じることも可能だと。そうですな、それが唯一の希望。可能性にかけてみるしかありません。思いを一つ、レジェンドラを守る希望の光に照らせば。レニ様、やってみましょう。
の前へ差し出すがよい。死の舞踏を踊るにはふさわしく美しい世界。ここの空気は私にはどうも合わないようです。そうですね、今日それが足りない。時は来た。我らは悠久の時を闇に沈め、呪詛の言葉を刻み続けてきた。地上の虫けらどもよ、もう女神の加護はないぞ。我はグランデル。なんということだ。ドグルがこんな力を持っているとは。畜生。結婚どころじゃなくなっちゃったね。この摂理に反する魔族め。あれは地下大陸、ドグルの本拠。怖いわ。魔族と力を保持しているな。皆さん、絶望からは何も生まれません。そうです、地上に生きとし生けるのは、全ての思いを集めて希望とするのです。